どうもお疲れ様でですすリファイイトクラブのガイですえ今回ですね前回エクストリームワンで行われた試合のジェンントトルマンファイトの結果をちょっと、ね、見てるんですねでこれが組まれたカードなんですけども見てみるとキックボクシングの道場対キックボクシングの道場っていうのもありますけどもキックボクシング対ボクシングみたいな意種格闘技もあったりえそれから英春剣っていうのも出てますね。 マーシャルアーツ。で、体重が65、55、60と、割とジェントルマンファイトの中でも、軽量が主なのかなと思いますね。で、見てみると、80キロ以上どころか、75とか70キロもないんですよね。だから、結構体を絞って、うん、いい感じでやられてるのかなと思いますね。で、全部で、 出場選手が14名で空手なんてのは多分年季が入った方だと思いますよね空手対空手空手対キックボクシングうんキックボクシング対キックボクシングね、まあ、勝敗がどのようについたかっていうのは VTR の方を楽しみにするしかないんですけども、まあ、こうやって見てるだけでもなんとなく緊張しますね <laughs> はいはいまああの皆さんねやっぱ私みたいなポットでじゃなくてちゃんと修行してくれる やってると思いますんで、修行してきてると思いますんで、なんかちょっと腰が引けるところはあるんですけどもまあ、どのぐらいまで挑戦できるかね。私も気合を入れてやってみたいかなと思います。まあ、さすがに10年とか20年の差は絶対埋まらないんですけども。まあでもね。私としてはこの未経験で50から始めても試合に出れるっていう。風な。そういったね。切り口を。 ちょっっとと作ってみたいかなとそしたら私みたいなのもあとに続いてですねで今回はもしかしたらベテランと私っていうふうな形でちょっと申し訳ないカードを組むようになるかもしれませんもしかしたらねでもそのうちにやっぱりねこうキャリア3年以下みたいなそういうふうなカテゴリーとかできたりとか、ね、初めてスタートしましたとかねなんかそんな結構中高年から始めたみたいなのも。 なんかねやっていただけるといいなと思いますね今は無理でもね今はやっぱり長年やってきた人が主軸でしょうけどもねはいということでぼやぼやと語ってみました、はい、とりあえず目の前の目標を向かってやるだけですお疲れ様です